はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドル・ザ・セガーです。スターウォーズバトルフロント2マルチプレイやっていきたいと思います。今回はスペシャリストのハーデンド・インフィルトレーション、こちらはね、インフィルトレーションやってる間に、ダメージを軽減してくれるのかな、受けるダメージを。これで前線における生存率を高める。でこれでステルスつけてるんで、格闘攻撃の攻撃力が上がってるんですよ。でパーソナルシールドつけてるんで、まずインフィルトレーションやりながら素早くなって足を速めて、でシールドつけて、で殴る、で受けるダメージも減る。殴りのプロになるわけですよね。これでちょっとこれで頑張っていきたいと思います。さあここはとにかく打たせちゃいけない、とにかく打たせちゃいけない。まずいシールド、もう乗っちゃおう。はい、そこですね。あ、撃たれた。ほい、へい。さあ撃たせるなよ、絶対ここは撃たせちゃいけない。とにかく撃たせてはいけないホスだから。ちょ、裏側？あれ裏側か？裏側か？痛い、やめなさい。ちょ、やめろ。俺は今戦ってるんだ。ちょ、もうそんなに死にたいなら殺してやる。何？出てこないね。はい。私は見逃さないぞ、乗るの。はい。さあ渡らせん。オッケー、生きて渡れると思うな。さあそこのタレットも、はーい、降りてもらいますよ。そこやめてください。ちょい降りる。ねえ、全然インフィルトレーション使ってねえや。ステルスモードだ。はい、オッケー。さあこんな感じです。よいしょ、ほい、強い。なんて強さなんだ。確かにダメージ全然食らわないね。めっちゃ強いじゃんこれ。皆さんステルスつけるときはね、このハーデンのインフィルトレーションいいですよ。あ、これ意味ね。ほい、危ねえ。なんとか守ったぞ。あ、他二つ撃たれてんじゃん。が一気損傷。ちょい、まずいぞ。一旦チャージするか。どっかからかめっちゃ撃たれてる。あ、なんとかあっちは一個守ったんだね。おい、まずい。反乱軍のメンバーを妨害した。どっから撃たれてんだ。こっちに反応があるな。ただいない。あ、いた。ほい、反乱軍を甘く見るな。ウォーカーも無敵ではない。さあ上から上がってくるんだ。よし、オッケー。あとは、おっと来てる。へい、打たせるな、マジで。でもここまで来たらまあ結構安全圏には来てるかな。上にいんのか。そんなとこで見てたら危ないよ。どうだ、ちょ、前線上がってないからね、ちょっとあそこまで戦いにはいけないな。前線上がるまで少しここで、ああ、丘の向こう。 AT-AT 避難、降りろ、そっから降りろ。うえー、さあちょっとスペシャリスト共通ということで、アイデンベルシオさんでいきたいと思います。手がかりとなる拠点の確保が必要だ。またやっちゃったよ。敵のハンガーを奪え。大丈夫か。アーマー迷彩を起動。ほい、バカバカにしてやんよ。ほい、いやでもエクスプローシブはあそこまで耐えれるのはすごい。皇帝陛下に勝利を。プラスに行くから俺は。プラスに捉えていくからね。さあ
します。ステルスモードだ。フィルトレーション、あーヒーローが入ってくる。司令部からの増援が到着した。どうでした？自分のにくらちっちゃい。さあ今のうち、さあほい、よいしょ、ほい、今のうちにみんな入ってくれ。よし、これ使うと本当アサルトとか波に生き残れるね。スペシャリストやっぱすぐ撃たれて死んじゃうけど。ここはちょっとまずいな。正面から行った方がいいよ。無理してあんなやべえとこ行く必要ないわ。多分ベーダー教も同じ判断だった。てえ、なかなかいい守りだな。逆側どう？こっちはどうだ？うん、こっちの部屋はまだ入れるな。さあ一気に入ります。ヒーロー2人来てるからちょっとこのまま通り抜けて思いっきり後ろ取って、うん、こっち側だね。さあこっから思いっきり通路行って悪さしてるやつを後ろからボコボコにぶん殴ってく。西ハンガーへの攻撃準備よし。はい、オッケー、急げ時間がないぞ。はい、あー助かった。これはまずい。あんだけ走って一人しか倒せなかったな。見たことない反乱軍のやつに味方がやられている。さあ一気にこっちから入って、ここで悪さしてるやつは、あそこか。カウント中だ。おいは、早くインフィルトレーション。ヤツらのセンサーは無力か、はい、そこか。さあ下がれ下がれ、そこにいるな。よし見えない見えない。うへぇこの状態を。よしよしよし、いいよいいよいいよ。じゃあ今度逆もいっちゃう。もう両替いっちゃおうぜ。おい両替いっちゃおうぜ。さあ、あーくそ、シールド先に貼っちゃうとインフィルトレーションできないのか。常駐チームが東ハンガーに到着。さあどうだ。敵は長い間準備をしていた。オッケー、罠が仕掛けられているはず。さあ、こっちはもうクリアだぞ。はい、さあ、ほい、あー、くそ間に合わない。フラッシュピストルで死んだし。さあ、どうだ。うん、これは取れそうだね。さあ、制圧しちゃおう。どうだ、そこか。痛い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 。ハンガーを制圧した。はい、全部隊よいしょ。攻撃の最終フェーズに移る。さあハーデンのインフィルトレーションで唱えろ。さあ追う。我々の任務は追いつけるか。ハンガー軍の燃料供給を断ち、輸送船の利益を阻止することだ。燃料補給施設と燃料タイプ、燃料貯蔵庫を爆破しろ。帰るときはリスポーンから。連中はボスを脱出できなくなる。えい、勝利は我々のものとなる。よし素晴らしい。確かここね、どこだっけ、燃料ステーションを先に取らなきゃいけないんじゃなかったかな。ここね、燃料ステーション残すときつかった気がする。そこでめっちゃ撃ってんのか。レイヤーの槍が来てるのか。オッケー、そっちから見る。くそ、ほい、よいしょ。くそ、さすがにもうパンチでどうこうなる人数じゃなくなってきたな。ちょっと正面行ってみようか。正面誰もいないからな。敵もいないわ。すごい暇そうしてる。暇そう。燃料補給施設はもうすぐ終わりだ。こっちもいなくない？ほい、オッケー。さあここは、ほい、何、今ので死なないとは。爆破を確認。燃料貯蔵庫を吹き飛ばしたぞ。ほい、さあどうだ。とりあえずあとは1個か。よしよしよし、敵はあそこからリスポーンしてくるな。ウェイ、
さあどうだ、ここを突っ込んでいく勇気はないわ。おい、こっち逆からいけるんだっけ。あ、ここいけるのか。ただうん、やっぱ狭い通路にはアシットっていうね。あ、ここはすごい固まってる。ここはあえて中央から行った方がいいな。中央のあそこの通路を通ってうん行った方が多分戦いやすいんじゃないかな。どうです。ほい、やはりな。さあボコボコにしてやるよ。いい、さあお前もだ。ほい、ボコボコにしてやるよ。まずい、やめて。バカ野郎。よし、OK。さあ今のうちに仕掛けられる。さあハーデンドもつけてるし、あばよ。燃料パイプを爆破する。さあみんなそれを絶対に守ってくれ。二十歳の命に変えてでも守ってくれ。頼んだぞ。何してんじゃねえ。敵が燃料パイプを奪還。くそったれ、やっぱり私がいなきゃダメか。もうあんたたちクソレイヤーか。この野郎、ほい、わかまにし、ほい。あーまずい、やめて、やめて、やめて。頑張れ、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 頑張れ。負けるな、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 死ぬな。敗北。全軍撤退せよ。さあということで今回はハーデンドインフィルトレーションでした。かなりね使えますこれ。私いつもキルス、なんだっけ、スクランブルインフィルトレーション、味方にそのレーダーをね共有するってやつ使ってたんだけど、使えますねこれ。皆さんもぜひ試しに使ってみてください。そしてシールド貼ってストレス使って殴りに行ってください。スペシャリストでキル取れないっていう人はこれがおすすめということで今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録またの方はぜひともお願いいたします。ではまた。